始まるよ。はい、こんにちは、ぽなよです。信長の野望新生 PK やっていきたいと思います。ではですね、前回はこんな感じこんな感じって言って、まだねやっぱり徳川がでっかでかで、東北も同盟ばっかりで、まあそんなに身動き取れないんだけども、無事ねここの立花さんのところをゲットできたので、今日はここかな、まずここに攻めていきたいと思います。こっちも行きたいんだけどね、こっちはなんか来そうな雰囲気があるから、二人戻ってきてもらったらこっちに行く感じにしようかな。じゃあ、まあ、もう出していっちゃおう、出していっちゃおう。で、あ、そうだ、今ヒット配置したところやったここにね、宗茂さん入れたので、ちょっと待とうか、ちょっとやって、で制度開始3入れることにしました。もうさっさとねやってしまった方がいいと思って、城主がね強い人がいるから、伊達はさっさとね城主を入れ替えられるようにした方がいいと思って、じゃあやっていきます。いけるかな出発できるから、もう来た瞬間に、あ、いけるいける。ストップどうやってすんの、ど忘れ、 X ボタンです。ん、あ、もう一回選ばなきゃいけないのか、下だけじゃないから結構難しいね。で、あ、難しいんだ、難しいって。城を落としてみせる。もうなんならこうでいいんじゃない、うんなんならどうだろう、こっちの方が強いかな、騎馬鉄砲のあれが弱くなるっていうだけだから、まあ1500じゃやっぱ足りないか。で、ここどうかご命令を。うん、難しいんだ、マジかマジか。お米が足りなくってなのかな、兵数が足りなくってなのかな。あ、でもそんなに変わらないね、ここは能力が。だったらもうこれで出陣してもらって、で政宗で帰ってきたら政宗が行くか。そしたらでも人がいなくなっちゃう、攻められちゃうこっちからそれは困る。ここにねもうちょっと、おー、農地開墾来た。ここがもうちょっとね回復したらここから行けばいいし、さあ農地開墾やってくよ。あ、組頭代官入れてない、代官終わったので農地開墾してってもらって、期間ちょっと長いな期間長いな。じゃあこの人に分かりました、してもらおう。さあ、あ、お金案外あるね、26,000とかある。もうそろそろあれだね、そしたらお城の施設とかも強化しなきゃなのかな。なんか牧場も来た、めっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しい、頑張れ。でもやっぱ米が足りないんだろうな。4来たね、お米が足りないんだ。とりあえず馬牧場を作ってきて、農地開墾もしたし、浄化施設も作った。うん、進めよう。ねえ、やっぱり騎馬とかの施設がある方が強いからね。さっさと作って。え？なんだ？何があった今？何なんだろう？へえ。今のは何？手伝ってください、お願いします。で、あれやっぱ本当お米がなさそうだな。あー、小十郎がいなくなった
悲しい悲しい。あ、イベント最後の陣触れ、それは偽りの平穏であった。徳川家と豊臣の家の和睦は次なる戦いに備えるための仮初めの約定に過ぎなかったのである。豊臣未だ浪人衆を抱えたまま、近く我らと再戦するつもりか。だが丸裸になった大阪城では戦えまい。そういうことか。豊臣の前に三筋の道がある。浪人どもを大阪から追い出すか、秀頼が城を出て大和伊勢に移るか、あるいは何、断固戦うのみ。城はなくとも私には皆がいる。打って出て徳川を蹴散らすのだ。そんなことできる？今豊臣の部を示し、かつての栄光を取り戻さん。かくして両家は再び衝突する。家康が出す最後の陣触れ、それは乱世の終わりを告げんとするものであった。豊臣を亡き者にするという、そういうことだね。総諸行達成しました。あ、よかった。差し当たって目標考案しました。うん、おう。おう、できるかな。そっか、そういうのもあったよ。これ何、攻略目標ってここじゃなかったっけ。あ、ここにこうやってできるんだ。こっちはできないな。この内容で決定するか、軍備拠点を変えてください。うん、はあ、はあはあ、なんかデメリットってあったんだったっけ。今が頃合いよ。どうしよう、臨戦出したけど、いや無理そうだな。無理そうだな。行こうか。政宗が行って、城を取った。政宗に行ってもらって、ここが溜まった時にこっち攻めてもらう。あ、もう6ヶ月過ぎたのか。あ、出せんじゃん。ほしたら城乗りつけてるけど、どうかな、どうかな。強行してる。喜ばしいですな。よしよしよし。ごてごてになっちゃってんね。いけ、頑張れ頑張れ、いけるいけるぞ。お米がなくなる前に叩け叩け叩け。ほいに戻った。あ、やった、制度改正3。これで城主が変えられる。戦が始まります。はい、外交ちょっとしときたい。外交ちょっとしときたい。外交設定してきた。ちょっとね、大きいところね、行きたいね。行きたいね、影勝。でもガチガチに固めてきてるよ。ここもね、取りたいところだけど、ガチガチに固めてきてらっしゃる。こっちはね、なんか本当に徳川と対峙した時にすぐ取られそうだから、難しいかなってちょっと思ってたりとかするんだけど、制作もあれだな、防衛拠点、これ裁量権以上がまず欲しいよね。お金が足りない、お金が足りない、それは困ったな。マイナス92か。それは、それちょっとやめとこう。もうちょっと、そしたら収入増やそう。いけ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 、いけたんじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、今のどうなったの。慶長20年。あ、始まった、ムービー。真田幸村率いる赤備えは、敵を求め、転戦していた。ほう。赤一面の風采は真田の武勇これにありと天下に誇示せんとするものであった。すごい。
城郭としての機能を失った大坂城を包囲する徳川の兵力は史上空前の15万。すごい、15万。花から勝ち目などない戦で雪村はひとえに高き者を欲していた。かっこいい。己が散り様を彩るために。友軍が道明寺で散ったと聞くや、本田村に駆けつけた雪村は対岸より渡過してきた敵に遭遇する。うん、銃口を揃えた騎兵隊、あれぞ北の暴れ者伊達政宗に相違ない。政宗だった、政宗だった。くしくも同じ永禄10年の生まれと伝わる両友、同い年になったんだ。その縁氏が二人を結びつけたのであろうか。いやん、かっこいい、かっこいい同士が戦ってるよ。真田隊を捕らえた伊達の銃が、うん、馬上より無数の鉛の雨を食らわす。すごいよね。赤備えは簡単ない伊達軍の正射に耐えつつ、隊列が入れ替わる一瞬の隙をつき、土塁の影より射撃を加える。一点攻勢、思わぬ反撃にひるんだ政宗は後退を目論むも、追撃を受ければ総崩れになりかねない。すごい。悠久の歴史を重ねた近田山古墳を挟み、一歩も譲らぬ睨み合いは続いた。だが雪村は突如退却を命じる。なんで？関東勢が100万いようと男は一人もおらぬ。彼の将はわずかで悟ったのであろう。伊達など己が最後を飾るにふさわしきものではないと。その大役にふさわしきはただ一人、この戦すべてを操る大御所、その男のみである。前哨戦を終えた雪村は冬の陣でその男が寄った茶臼山に陣取り、静かに決戦の時を待った。十文字槍の穂先が欲する敵は天王寺の先、狙うは徳川家康の首ただ一つ。長尾の竜を振るわんと諸々方々の軍友が集いし、戦国最大にして最後の合戦と呼ばれる大坂夏の陣。今まさに一つの時代が終幕を迎える。雪村かっこいいね。お、どうなった日の本一の兵。千軍万馬を超え徳川方本陣に突入した真田幸村は混戦の中三度追い詰める。すごいな。しかしついに家康の首を上げることはかなわなかった。人が多すぎてっていうことかな。敵が多すぎて退路はすでにない。無数の敵と戦いを続け満身創痍の幸村は馬を降り体を休めた。うん、風が心地いい。清き水の香り、上田を思い出すな。兄上はいかがしておられるか。新郎がたたって倒れてるんじゃない。そういうことはない。父上我が兵法至らず家康の首墓前に備えることは叶いませぬ。あ、兵士が、どっちの兵士だろうこれは。徳川方か豊臣方か、睨み合いよ。何のある将と身上受けいたす。いかにも我こそ。これ読めないよ。さらに雪村である。なんと手向かいはせぬ。そなたのが聞かせてくれぬか。越前松平が家中、西尾殿、我が首はそなたの手柄といたせ。へえ。武士たちは生き戦い死んでいった。我が首はそんなような証になろう。これでよい。大助さらばだ。あ、息子だね。ごめん。この手柄をあげた人はどうなったんだろうな。めっちゃ土地与えられたとかそういうわけではないのかな。400年が経った現代においてもこの言葉は多くの人々に知られている。絶望の中で己の信念を貫き、己が望む散り際にたどり着いた。戦国の世の終わりにひときわ強い輝きを放った真田幸村の名は
色褪せることなく未来へと語り継がれていく。かっこいい。ただただかっこいいよね。大阪の陣は徳川軍の勝利で幕を閉じ、徳川軍として大阪の陣を戦った武将たちもそれぞれが新たな道を歩み始めていた。忠友殿、見事な散り際でございましたな。大変の世が来よと武士とはかくありたいものにございます。あ、亡くなったのか。お酒飲んでたからそういうわけではない。うん、先駆けであり続けた。すごいな。やりました。父上すべて上守備に終わりましたな。許しがたい。愚か者、戦に参陣した諸大名が一度でも上守備だと言っておったか。そ、それは正純、決しておごるでない。お前の手柄は特に他の者には見えがたきもの。それゆえにお前は他の者の手柄により気を配らねばならぬ。このこと夢夢忘れるでないぞ。あれだね、その前に出て戦う人たちじゃないからってことだよね。承知いたしております。家康に最も近い存在であった彼は家康の後を追うよう、この世を去る。うん、周囲に妬まれやがて失脚に追い込まれる。あらあら、まあ乱世は終わったか。戦でさえ見せること叶わなかったな。まあ父親がね優秀だとね、うん、難しい話になってくるんだよ。時が来たぞ。大変ね、私のさ、我が才のものとなるのだ。そう、違う力をね発揮したらいいのよ。二代将軍として権力を確立、江戸幕府250年の礎を築き上げた。平和終わっちまったな。そうですな、これで武士の世は折り、戦人のままじゃ飯の食い上げだな。四乱の世は終わったんだ。次は次こそが世の大事となる。町割りでもやってみるとするか。あれか、水野勝成は徳川のいとことか言ってたから徳川方だったのか。なんか宮本武蔵は豊臣のイメージがあるけど違うのか。世話になったら武蔵、縁があればまたどこかで会おう。はい、どこかでお会いできる気がしますな。それか生き残ったのかな。うん、福山市の基礎を築き発展に寄与した姫路藩。うん、ねえ、名前すんごい有名だもんね。二人は20年越し島原の地で再会を果たし、先陣を共にする。また戦いがあるの。へえ。青梅着いたぞ。これよりはここで片倉の娘として暮らすのだ。はい、ありがたきお言葉にございます、重長様。私はお前の父ではない。真田殿に遠く呼ばぬ私では、父になることもできぬやもしれぬ。青梅は雪村の子供だったっけ。されどお前がこの見知らぬ地で心安らかに暮らす小十郎の名にかけて、それだけは必ず叶えるつもりだ。重長様、重長様か、ポッとはならないか。重鎮となる。すごいね。うん、雪村の演者が、あー、乱世を生き延びるの、生き延びたるはわしが天に許されたゆえか。天とはなんと寛大で意地の悪いものよ。残りの生を楽しむか、楽しまずしてどうするのか。ふ、愚かしくも気楽なものだ。伊達政宗、仙台藩初代藩主として内政に力を尽くす。三代将軍家光には特に慕われたと伝わる。これはなんか聞いたことあるな。日の本は新たな世を迎えることになった。これでどうなんだ、ゲームとしては。今ほら城制圧しようとしてるけど。でも見なき、今もはや徳川に海引くものはありませぬな。今ここに至るまで戦に次ぐ戦、誠に長く険しい道のりであった。いい休め。戦の世が懐かしゅうございますか。いささか残念そうにも見えまする。そうやもしれぬな。大御所様は根っからのご無事、いまだ戦が恋しいと見受けられます。さすればさらなる乱世を目指してみては。わあ、なんか
へえ。いや、何ここ何ここ、セーブしときたかった。これね、でもなしたにしたらもう終わりなんじゃないのね。終わっちゃうんじゃない、あなたの野望はここで終わりですっていうエンディングになるんじゃないの。違うのかな、違うのかな。まああれだ、ロードは1ヶ月なの、オートセーブのところがあるから、ちょっと一回史実の展開見たいので史実通りにやってみます。タムリアモーセ、要は天下大変に向かう万民が戦なきを喜んでおるのじゃ。残り好きなきよ、せいじゃわしもこの戦なきよう楽しもうぞ。もう大阪夏の陣の後、元号は元和と改められ天下太平がなされたことが世に示される。戦場についに終わりを迎えとしていった。で雪村が死亡。一家の武将が死亡。長宗我部さん、毛利勝長、木村、てるな、又兵衛、堀田作兵衛、あ、世の様も。で、どうなるの？豊臣家が滅亡し、徳川に加入、秀頼が死亡。で、どうなった？どうなった？あ、これね、乱世を望むとかって言ったら、あの武将が死ななくってまだここにあるってことかな。豊臣家がまだあるっていうことなのかもしれないね。攻めてんじゃん、攻めてんじゃん、豊臣に。池田さん、あなたすごいね。あなたすごいね。あ、そっか、こっちになると西軍だからか。はあはあはあ、あ、なるほどなるほど。わあ、なるほどな。そしたらちょっと内省しようかな。ちょっと内省してきて進めます。いらなかったね、政宗。いけたんじゃんとか思うんだけど、どうなんだろう。まあまあ進めてみよう。城を制しました。勝ち時を上げなされ。勝ち時が上がりました。いけたよ。いけたじゃん、いけたじゃん。けど人が増えた、嬉しい。6人も増えた。しかも侍大将2人だ。女の子もいるよ、侍大将で。よし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 、てんてんてん、よし。一回帰ってもらおう。帰ってもらってここも欲しいんだけどね。人はね、大いに越したことはない。だ、徳川ってやるとき、ここが最前線になるでしょ？やっぱりね、ここ欲しいよね。ここ欲しいよね、米沢。影勝欲しいよ。めっちゃ、めっちゃ固めてるね。7000とかいるよ。やばいやばい。7000いるし、耐久も4000とかいう。結局さ、どこも戦わないからさ、そうやって兵蓄えられるわけでしょ。やっぱこっちだな、こっちから順番に行って、最後だな。ね、ここも行きたいんだけどね。ここも行きたいんだけど。ちょっとここ多いからさ。一旦時間進めて。みんなに帰ってもらって。で、あれ、それこそ目標設定して、貯めといてもらおう。こうしてさ、こうしてもう2つでいいよ。こっちはもうしばらく回復してもらって。今が頃合いよ。これでいいんじゃない。で、城主決定、城主決めなきゃ。さあ帰って帰って。よし、そしたら、城主移動してきます。とりあえず、城主入れてきました。で、進めます。
お、総国高を達成しました。嬉しいね。最大能力1。あ、嬉しい。あ、よしよしよし。馬。馬どこ？ここか。すごいね、ここ。重長さんに任せた。で、こっちに、宗茂さん。こっちの方が兵力が多かったから、こっちに宗茂さんを配置しました。内政も、やってきたので、動かしたいと思います。で、ここ間にね、あるっていうのが、やっぱ不便だな。で、切れるときはみんな、いっぺんに切れるわけでしょ？どうしたもんかな？溜まったかな？まだ溜まってない。準備1できた1できた。あと何日？16日。こっちがあと30日。結構かかるね。北の方から行った方がいいのかな？よろしいですか？どこに援軍出してもらえるだろう。だってもらえるんだ。でも逆にそれ以外のところはない。ない感じなの。わあ、それは困ったなあ。しかも2000しか出してもらえない。2000しか出してもらえない。困ったなあ。同盟期間を伸ばす感じの方が、いいのかな。相馬はね、きっとここの直通のルートにしたいから倒すし倒すしで、ここをね倒す、ここをさ、やっぱ強いじゃない、佐竹さんとこだから、佐竹さんところをなんとかするためにね、もがみさん使いたいし、まあ、なんせあれだね、同盟関係が切れない限り動かないから、まあまあ、60まで上げててもいいのかな。よし。じゃあ、溜まったから、行きます。出陣です。動くとするか。十分。城を取りに行く。砲術は持っていきたいんだけど、こんなにたくさんいらないと思うんだよ。ね。だから砲術2人を連れてく感じにして3000ぐらいにして、ついてこい。で、いや。3000じゃ少ないかな。3000じゃ少ないか。わかんないな。でも大ちゃんだから戻したらチャージ切れるんだっけ、確か。チャージが切れちゃう。それは良くない。じゃあもうちょっとこっちしてから。おお、すごい。完全に開発性完了した。さあ、進んでいこう。で、ここ来たら一緒に行って。そこそこ回復すると思うんだよな。来る頃にはね。900ぐらいまで行かなかったな。欲が出ていく。欲が出る。あ、で、ほら、来てるね、応援。応援来てるよ。さあ、もう本当にね、この二人行ったら強いから、どうとでもなる。あ、でもあれか。うん、小十郎のさ、よろしいですか、小十郎のあれがなくなったから鉄砲とかのダメージがどうなのかな。制圧に入ろうと思ったら出てきたね。3000で出てきた。結構無理かもしれない。よっぽどさ、何できるんだろう。役職、はあ、そっか、幕府だから、あ、真珠もできんじゃん。真珠もできる。で、仲介が100になったん。あー、仲介が100いるのか、それ困ったな。
同盟、同盟だな。じゃあね、合戦していきたいと思います。2部隊でいけると思うんだよな。強いもん、まさむ。そう信じてやっていこうと思います。勝ちました。なんとか5000残して勝てたから、白攻めもなんとかなるかな。どうだろうね。どうだろうね。さあ、踏んで、あ、またなんか来てるね。ということは、重ねの方がお米があるので、で、ちょっと、白攻めを挟みたい。で、合戦で削る。うん。ね。7は強い。鉄砲7は強い。強いんだ。だけど、ね、本当に2回目が出なくなったから、今はさ、2対1とかの戦いだから、何の問題もないけど、これがさ、もうちょっと、あれになったら、大規模になったら難しくなる気がする。それこそさ、徳川とするとき、めっちゃ不安だよね。ああよろしいですか。いいぞ。いやだ。よし。いやだ。じゃあね、行きましょう。こっちに行きましょう。まだあるからさ。なんとかなんじゃない。まさかこっちも、ね、とかいうことはないでしょ。これ。裁量形状がね、欲しい、増えてきたから、これを取りましょう。うん。心得ました。で、竜騎兵もね、やっぱり、プラス6はでかい。100でね、6はでかいと思うから、これも取っとく。心得ます。うん、もう強化しよう。殴るの強化しよう。そしたら、行こうか。米がね、足りないと思うんだけどね。この金、なんと抜け目ない。どういうこと？よろしいですかな。うん、松平からの親善が切ったの？いや、ないね、お米。ないね。ここだけ制圧したら帰るか。あ、戦って帰ろう。帰れるかな？いや、めっちゃ切ってんじゃん。帰るもう。めっちゃ来てる。めっちゃ来てんだけど。ここからよ。え？すんごいルートで帰り始めたな。こんな、ここに帰ってください。え、どう？こうじゃないの？あ、これこ、お米なくなんじゃん。お差し図を頂戴したく。で、そっちからが早いの？嘘だ。こっちの方が早いでしょ。どうかわかんないけど、もう、やだ、仲介飛んできたせいで、何もできない。困っちゃった。取る予定だったのに。ああ、米がない。素直に書いとけばよかったね。いや、無駄にしてしまった。兵を無駄にしてしまった。お前が。お前が。あ、サイロ形状来た。よし。あ、ね、浄化施設の方針も決めて、内戦もしてきて、ね、制圧されております。いや、難しいな。こっちの方やっぱり攻めようと思うと、やっぱりここの2つの後ろが、ちょっと育たない限り、厳しいのかな。いや、今回はこの辺りにしたいと思いますね。ここを攻めて中海来て、ここを攻めきれずっていうのが悔しいところではあるんですけども、徳川の中海か、考えなきゃだね。うん、ということで、ご視聴いただき
ありがとうございました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、コメント等で応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできたら嬉しいです。ぽなよでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。